というわけでですね、今日も京都でトリックプレイさんからスタートでございます。いやもう本当にアタコ君の数とあのシーカーさんの出演数の数が大体比例しつつあるんですよ。いや本当にそれはすごいすごいんですよ。すごい、もうこっちがレギュラーなんかみたいな。いやいや僕はもうすごい脇役なんだ。いや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 、だってねトリックプレイさんの休みが木曜日なんですよ。はいはい、おいで僕の休みも木曜日なんでよくね。ああなるほど。あでまあ今日は水曜日なんですけど、そうか、本年だから一緒に動いて、そうですそうです、休み取るあの、はい、合わせていただいたというか、まあまあ家庭も合わせてるんですけどでね明日もまたちょっと、はい、京都の方に行かさせていただいて、あの多分カフェミープルさんの、おお、なるほど、はい、もう移転前の、そうそう移転前の最後の姿を、あ最後、はい、はい、というわけでね、まあ今ぬるぬる始まって誰かがやね、あてか自己紹介しないとダメです、はい、はい、豚小屋の酢豚です、トリプル店長のめいです、はい、というわけで今回はもう一人ゲストさんですね、あのちょこちょこ、はい、お声はあの入ってると思うんですけど、じゃあ自己紹介の方よろしくお願いします。佐藤です。よろしくお願いします。わーい。はーい。はい。まあね、ツイッターをやってる方は知ってるとは思うんですけど、あの、ね、犬のアイコンの、ね、あの佐藤先生。いつ働いてるかわからないでしょうね。いつ働いてるか。ずっと働いてますからね。いやいやいや、ずっとツイッター打ってますよ。そうですね。ね、途切れなく流れてますよね。いやいや、働いてますよ、ちゃんと。フィットこの人は働いてないんだよ。大半の人が来てもらってます。働いてると逆にはかどります、ね。ああ、なるほど。それはわからんでもないですけど、実は。結構ね、ツイッター上では有名な方でですね、もちろんあの関西の方でもいろんなゲーム界に顔出ししてて貼ってて、ね、関西の方はもう知ってる方いっぱいいると思いますけども、はい、今回は佐藤さんがゲストということで、よろしくお願いします。はい、じゃあまあ、とりあえずオープニングだけ。僕もゲストですよ。ああ、そうです。すっかりレギュラー。すっかりレギュラーの風格で。いや、もうサブパーソナリティとしての風格をね。思わずちょっと突っ込んで。申し訳ない。もうゲストのシーカー、シーカーさんです。トリックプレイのね。すぎましたね、はいはい。ちなみにトリックプレイの今のおすすめなんですか？今のおすすめ、アルル？あれ？え、まだあるんですか？もうないけど。ないし。全然おすすめできないじゃないですか。そうね。買わせていただきまして、今ちょっとインストちょっとしてさせてもらったんですけど、いいっすね。もうメカニズム聞いただけでも僕ドキドキしてきて。ザ・ローゼンベルグ。うん、たまらんって。矢印ゲーですよ。矢印いっぱいある。は出た。まあ、とりあえずオープニングだけやらせていただきます。あの、豚の鳴き声っていう風にあのみんな声合わせて言っていただければ。いきますよ。はい。せーの。豚の鳴き声わーいいね。はい、というわけで、はい、ありがとうございます、佐藤さん。はい、ね、はい。というわけで、今日は佐藤さんゲスト会ということで、はい、まあ、手ぶらで来たわけじゃございません。ですよ、ですよ。ね、もうゲームマ前、ゲームマ前で。ガチ、はい、ガチ巻きました、ガチ巻き。がっつり来ました、がっつり。はい、もうステマをしに来てくれました、はいはいはい。はい、というわけでね、今日は何で来たんですか？何来たんですかって言いますと、はい、またまたちょっと、まあ、本の、コラムを書かせていただきました。はい。いただきました。イエッ！やったー！やった！どんな本ですか？タイトルがですね、おうちでトランプっていう、はい、まあ、本なんですけど、これ実際執筆されてる方の木村優里さんで、練馬親子ボードゲームの会の、まあ、主催の方なんですけども、が書かれた、まあ、子供と家族、おうちでちょっと遊ぼうっていうトランプのルールを、15ぐらい、15本ぐらいで、オニオンタホイスト、うん、あ後ろに載ってるゲームが書いてます、まあ、今現物が、僕たちの前にあるんですけれども、あ、まあ、2人から遊べる少人数でも面白いゲームをざっと載せて、うんうん、全くもって聞いたことないゲームばっかり、もう見たことないゲームばっかりですね、ダックスープ、タブラネット、スパイト&マリスとかも全く想像つかないゲームばっかりなんですけど、どういった内容ですか？5本のキュウリありますよ。え、あ、え、どれ？5本のキュウリのね、原型の方キュウリ、あ、なるほど、そうなんですよ、たこ焼きとかね、そうなるんやそう気になりますね、そう、これがね、要はまあ、もう表紙に目打ってるんですけど、2冊目のトランプゲームっていうことで、うん、要はまあ、トランプゲームの載せてる本っていろいろあるんですけど、いっぱいありますよね、書店行ってもいっぱいありますし、まあ、この間、ね、トランプゲーム対戦とか
結構ああるもの、うん、ネット上ににぎわしてましたけれど、ああいう本を持ってはる方がもう2冊目としてこう傍らに置けるみたいなお、うんですね、っていうようなところなんで、結構 あんまりそういうのに載ってないものをマニアックなあえて収めてるっていいじゃないですか、いいじゃないですか。ちょっと今参考で一冊持ってきてるのが夢中になるトランプの本っていうあの草場純さんの執筆された本なんですけど、基本的にはこれに載ってないっていうのをチョイスされてる。これに載ってないってそうどうなんじゃないですか。これもいっぱい載ってますよ。結構載ってるんですよ。草場純先生の夢中になるトランプの本を見るだけでもう、もうこの時点で僕分からないのばっかりなんで。でも七並べとかまあまあまあ、定番もあるし、それこそねあのカードゲームの原型になったようなルールとかもあるし、エスカレーター一人用のゲームとかもあるんや。そうそうそう。これでもこれにも載ってないようなもんがこの2冊目のトランプゲーム本おうちでトランプには載ってると、うん、載ってるとたまーいうところですね。でこれ基本的にあのこの練馬親子ボードゲーム会のホームページサイト持ってはって、うんうん、でそこにあのウェブ上でこうルールが載ってはいるんですけど、うん、まあそれをこうあの、まあ、こうやって印刷した形にしとけば、まあ、ゲーム会とかそのおうちの置いとけば、まあ、それをすぐ見てこう、うん、そうですよね、うん、あたりを、まあ、メインとしてこう作られてるんですけど、これまた、ね、豪華な作りでね、あれなんですよ、あの、まあ、基本あの B5 サイズのこう紙なんですけど、うん、でまずはこうプラカバーがついてると、うん、たまらんこれで、まあ、汚れても大丈夫的な、うん、どこに置いてでもこう子供さんがこう触るのをこうメインに、うん、あなるほど、まあ、汚れても大丈夫みたいなところと、うん、あとこうリング閉じになってるんで、うん、こうざっと開いておけるんですよね、この、うんうん、このトランプ本は引き合い出しは悪いんですけど、これ要は開いたまま置いとくことできないんですよ、はいはい、なんか重し置いとかないとバタッと閉じちゃうんですけど、これはそれは草場先生の本をディスって、いやいやそうですそうございます、怖い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 ちょっとさ身内を刺されるか意外とシーカーさん毒吐きますから、ね、気をつけてください、ね、そうそう、でこっちのリング閉じにしときゃこう開いた状態でこう、うーんところとか細かい配慮が、そうなんですよ、この、ね、各ルールのこう頭にあのそれこそあのゲームの、ね、解説みたいな、何人で何分間でできます何歳からみたいな、よくあるやつ、よくあるやつが載ってたりとかね。でもゲーム会に行ってこの一人をやりたくはないな一人ね、何人を、あ二人用もありますよね、ジャーマンホイスト最初ね、ちょっと低めやったりとかね、するんですけどっていう感じで、まあ置いてあるんですけど、でこのね僕が書いてるのはその各章のこういろんな方がそれこそあのコラム、いろんなテーマで書いてはるんですけど、うんうん、まあ、その中の一つですね、合計16本ぐらいこう、うわ書いてはって、それこそあの、草場先生が書いたりとか、うん、あの、デザイナー中村誠さんとかね。バナスの中野さんも、中野店長もいる。ゲームフィールドの店長さんとか。そうそうそう、そういるじゃないですか。これはもうオファーは、もう言ったら作者さんから来たってことですから、ね、書いてくれと。そうですね、オファー。ありがたいけど僕いや有名なライン、ね、すごいいいラインナップじゃないですか。ハルさんもいます、ね。ハルさんいますね。うん、すごいですけど、うんうんうん、そうです、ありがたいことね。たった1ページ書いただけでこうちょっとこんなのなんかいただいてしまって申し訳ないぐらいな感じなんですけど、いないな。そうなんですよ。でこれね、あの後ろの方にあの得点表とかついてたりとかね、うんうん、するんですよ。これね、あなんか愛を感じますね。そうなんですよ。愛を感じる。に必須なものはこう入ってるみたいな。うんうん、なんかかゆいとこに手が届くといいますか、す細かいとこの配慮がなんか今聞いててすごいなっていうのは、これ見てちょっとびっくりしたのが、このこれショットノートって書いてあるじゃないですか、うん、これ四隅にこうマークあるんですけど、これってね、うん、あのこうキングジムっていうとこメーカーさんのメモ帳で、うん、これなんですけど、おおすげえ、あのこういうメモ帳にこのショットノートってアプリ、スマホのアプリで連携してるものがあって、でそれでこうこのあの四隅のマークついてるこの紙を取ると綺麗に取り込める、あのトリミングとかも自動でしてくれて、ちょっとこれはすごいですね、もうすごいな、アナログゲームもデジタルの世代ですよ。そうなんです、記録をちゃんと残せるっていうね、うん、ただ別にあのキングジムの書のでは全然ではないんですけどこれ見てちょっとでもびっくりしてね、あこんなとこまでやってんねやっていうのがね、めっちゃびっくりして、すごいですね。そうなんですよ、うん、これだからここにちゃんと数字書いといたら、あのデータとして日付とかをちゃんと取り込めるようなアプリなんですよ、うん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 、管理がすごい楽っていうのもあって、っていうとこまでちょっと考えてるのさすがやなと思って、うん、あと子供さん向けにこう塗り絵とかもついてたりしてね、可愛らしいところ塗りたい塗りたいですね。これで塗ったやつをこう表紙に差し替えるとかも多分できる、あ
あ、なるほどなるほど。やっぱほんまに親子に重点を置いたというか、そういうとこにも。サモさんとか娘さん塗ってもらったらいいじゃないですか。そうなんですよ、娘さんね、うちの娘さんも塗り絵大好きなんで、はい、ショッキングピンクで塗ってくれます。アメリカのお菓子みたいな。そうそうそう。っていうね、もうすごい隅々まで配慮が行き届いたね、こう、本を作られて、本当にね、ね、ただな、コンセプトとして、その、基本的に、なんていうんですかね、その、まあ、例えば、子供がこう通っている保育園とかの、うんうん、とか、こういう、なんすか、学童の施設とかに、まあ、片割りにちょっと置くっていうようなイメージで、基本作られてて、反復目的っていうところではないんですよ。うんうん、なんで、ちょっと部数はそんなに、吸ってる、吸ってはないそうなんですけど、一応ゲームマーケットの大阪のブースもちゃんと取ってあって、で、こう午前10分、午後10分みたいな感じで。瞬殺なんじゃないですか。結構ね、好きな人は好きだと思うんですよね。瞬殺でしょ。ただちょっと、まあ、こういい感じの作りなんで、3000円なんですけど、まあ、値段はちょっと入るんですけど、まあでも全然その価値は。全カラーですからね、今見させていただいたんですけど、全部カラーです、これ。オールカラー、118ページ、オールカラーです。これはすごいわ。でしかも絵とかもね、分かりやすいようにその状況状況の文ばっかりじゃなくても、もう言ったらページの半分ぐらいが絵やったりっていうあれもあるんで、その状況に応じたその絵というかね、だいぶ手込んでますね、これだいぶ大変なことに。だから分かりやすいっていうね、まあ、そのボドゲでたまに字ばっかりで何書いとか分からんことあるじゃないですか。これが全然ないんで、見やすいっていうのはすごい配慮ですよね。でこれになるとおまけも2つついて、ね、そうなんですよ。これまたこのおまけがやばいですよ。そうそう、すごい勢いでね、本当。一つはこう世界地図、各国のこうトランプの、まあ、何が遊ばれてるみたいな、こう世界地図がつまって、そう、スペイン、綺麗なカラズリでついてるっていう、ね、スペイン、トゥテ、トレシコ、プリスカ。いや、この前うちの親がスペインに旅行行ったんですよ。へー。でこの辺をこんなお土産にボードゲームは、いやもうそんな全くないですよ。パエリアの米を買うてきました。黄色い米をね。そこなんで、ね、よう調べて乗っけたなっていうところなんですけど、日本切り札が何ですか、切り札って、知らない、切り札知らないですね。日本セブンブリッジって日本一級さんって何ですか、分かんないです。え、大富豪って日本なんや。そうですよ、そうですよ。え、知らなかった。そうで、大富豪はどういうルーツでできたかみたいなコラムがあったりとか、見たい見たい、そういう研究的なね、これ掛け合いトランプとか、いやこれ瞬殺でしょ、ないですマジで。つうてんじゃん、うん、いいですよ。まあまあ、これでなんかゲームできそうですしね、普通に。そうそうそう、ね、ファウナ的な遊びが、ファウナできてない。できそうですよ、これ。うん。名前だけ出してね、こうプレイ人数とか時間とか、それだけじゃないですよ、それだけじゃないですよ。そう、それだけじゃない。もう一冊ちっちゃい冊子がついてまして、はい、これもすごいですね。これがね、これ僕も知らなくてびっくりしたんですけど、はい、トリックテイキングのゲームブックがついてる、もう聞いてる方は何のこっちゃって話ですけど、何のこっちゃなんですけど、はい、これね、ゲームとしては確か22って、またこれこの、ね、あ、ごめんなさい、おうちでトランプの中のルールの一つに入ってるんですけど、その22をベースにして、要はこのゲームブック形式で取り手が遊べると、トリックテイクが遊べるような、まあ、ストーリー仕立てと、うん、あとまあ選択肢形式で、じゃあこのパターンだったら何を切るかみたいなのをこう堪能できるっていう、ね、なんか聞いただけやったらどんなゲームなんかもう全く想像がつかないんですけど、実際これ、ね、僕まだ全然遊べてはないんですけど、最初の触りしかちょっと読めてないんですけど、うん、いやでも試みとしてすごい面白いなと思って、ゲームブックと取り手のその融合というか、ね、相当新しいですよね。てかこれだけでゲームとしてそうそう売ったらええのにっていう、ね、それだけで売れるよ ね絶対売れるでしょ、うん、そうなんです。これでもね、ちょっとね、こうタイトル見ててこうお試し版って書いてあるんですよね。あ、ほんでこれ出す気や、これ。そうなんですよ、これ実際64編を計算が書いてある、これほんまかどうかちょっと分かんないですけど、多分本気なんでしょうね、これすげえなと思って、それはそれでね、表紙だけ見るとなんかいろんなアメコミ調のやつとか、なんかナイトの絵が描いてあったりとか描いてあって、中身がね、どんな感じなのかよくわからないんで、あれなんですけど、気にはなりますよね。読んで楽しめるトリックテイキングゲームですからね、もう中もね、ほんと文ばっかりの、で、まあ、文章の最後に選択肢がこう入ってて、何切るかみたいな感じですよね。そうそう、2でリードするならとか、5でリードするならこっちみたいな、すげえな感じなんですよね。まさしく取り手を文章に起こしてるみたいな。これおまけなの、ね、この勢いたるやね、
すごいですよ、いや、これ文章量半端ないですよ。半端ないんですよ、これページ数、60何ページでしょう。あ、47ページありますね。で、字ぎっちりですからね。そうなんですよ、2段組でね、字がびっちりやってましたね。途中イラストもちょこちょこありつつ、それこれ本当ね、本当すごいですよ。これおまけでええのんっていう感じなんですね。そうですよね。いやでもこれ多分これがこれで出しますよ。これ来ますよ。これ来ます、これ来ます。取り手にも来ますよこれ、まあ、というわけでね、まあ、この3つがセットになった。3つがセットになっても3000円、3000円、でも10個ずつ、午前午後で10個。これ予約もなし。予約はないはずですね、多分ないと思いますよ。うわこれは、いやこれは即完売でしょうね。ね、まあ、トランプゲームっていうところでね、こうちょっと層はこう絞られちゃうと思うんですけど、しかも今ならサソナのサインまで入ってる。嘘、いや、それはない、それはない。いや、もう娘さんのショッキングピンクのサインが入ってるんで、この本読むそうなことはちょっとね。いや、これ本当おすすめですね。多分瞬殺でしょうけど。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、はいはい、じゃあ店長さんが、はい、じゃあ違う、はい、客じゃなかった、じゃあ OK です。客じゃないことはないと思いますが大丈夫な客、大丈夫、大丈夫、はい、まあ、まあまあ、じゃあお家でトランプということで、はい、はい、ぜひぜひゲームマーケット大阪でお買い求めくださいということで、はい、もう一つね、佐藤さん、今ちょっと最近始めたツイッター上での、ちょっと取り組みについてお話を聞かせていただきたいんですけれども、はい、これね、もう昨日本当に思いついたばっかりな感じなんですけど、うんうん、12月の、いや、2月の11日付ですかね。そうですね、はいはい、で、ね、あの、そう、最近ね、こうタイムライン上を見てると、こうボドゲーをすごいプレゼントしてある、ね、何か見かけてね、今やったらなんかトーレスとか確かプレゼントしますよみたいな、すっげえ太っ腹な方が、まあ、何名かいてあって、ボドゲー富豪ですよね、ボドゲ符号で話聞いてると、その、まあ、例えば4000円ぐらいのボドゲやったとして、うんうん、でそれって要は複数人で、まあ、言ったら酒飲みに1回行ったらペイできる金額やんか、まあ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 、考え方 で、うん、でまあ、十分何回かやって楽しんだから、うん、じゃあもうあとはもうプレゼントしようみたいな、すげえな、すごい太っ腹な、すげえわ、太っ腹やなと思って、僕とてもそれは無理やなと思って、無理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 、まあ、やるんやったら交換かなと。あ、なるほどね、交換やったらまあまあいいんちゃう、ウィンウィンですよ、そうそう、お互いがね、お互いに、で交換、ただ交換するの面白くないなと思って、でそこでよくあのクリスマス会とかでみんなプレゼント持ち寄って、ありますね、で、まあ、ぐるぐるこう輪になって回して、でじゃあ新しいプレゼント来てみたいな、ワクワクみたいな、あんなんがこうネットでできたら面白いなと思って、うん、実際あのそういうプレゼント交換会をそのゲーム会とかでやってはる人も何名かいたはるんですけど、うん、それを、ね、まあ、ネットでできたら面白いなと思って、で、要はそういうボドゲのプレゼントをネットで交換しましょうっていう、うんうん、企画をちょっとやろうかなと、おやろうかなと思ってます、今。で、すごい、ちょっとね、あの、まあ、あのゲームマーケットの大阪が終わった後ぐらいから、もうちょっと落ち着いてからですね、正式にやろうかなと思ってるんですけど、うんうん、まあ、詳しくはね、ちょっとあの僕のブログの方を見ていただけると、そうですね、こんな案でやってますみたいな感じでザラッと書いてあるんですけど、うん、言うたら郵送でやるみたいな感じですね。そうですね、結局、まあ、ツイッター専用のツイッターのアカウント1個用意するんで、うんうん、でまあ、それフォロー、参加したい方をフォローしてもらって、うんうん、で、でまあ、結局僕が、例えばそのどういうボドゲをとかいうのは僕だけがまず管理しといて、うんうん、で、まあ、皆さんにはその ID をこうプレゼント ID を振ろうと、うん、でそのプレゼントの例えば A の1番とか D の3番とか、うん、そういうのを ID だけをこうぐるぐる交換していってもらうと、うんうんうん、で ID はそのプレゼントを出してくれた方にはそのあの ID を教えてるんで、うん、例えばそのタイムライン見て、じゃあ今 A の3番が誰それさんのところにあるなみたいなのは自分は内容を知ってるわけなんですよ。ああ、なるほど、はいはい、自分だけは分かる、うんうん、要は実際のプレゼント交換会でも、あ、今誰それちゃんが持ってるみたいな、うん、分かります、見えるじゃないですか、包みみたいな感じで、なんかああいう感じでこう誰がその ID 持ってるみたいなのは分かるから、あとはもうぐるぐる交換してもらって、うんうん、でまあ、最初、まあ、1週間の1週間のこう区切った時に、うん、持ってはる人に、まあ、直接こう送り合ってもらうみたいな。ああ、なるほど、 ID だけが回っておいてピッて止まったところに、ね、そうそう、それがビャッていくと、で住所の情報とかはそのもう送るその人たちだけにこう僕から伝えるので、ああ、なるほど、まあ、基本的には他の人には見えないみたいな感じにしといて、でまあお互いこう内容は分からないけど、とにかくこう送り合って物をこう、うん、送ってもらうんですけど、まあ、送料だけはちょっと自己負担してもらおうかなっていう感じですね、まあ、
で、まあ、大体2000円ぐらいのものから始めてもらえれば、まあ、大体あの北海道からこう沖縄間を、うん、まあ、ボードゲーサイズで郵送すると大体2000円ぐらいなんで、うんうん、まあ、大体それぐらいの値段にしといたらね、まあ、福岡にはないかなっていう感じなんで、まあ、そういうのをこう、うん、まあ、送り合って、まあ、楽しんでいこうみたいな感じですね。言うたらもうネット上でボードゲーの交換をやってそういう感じにしていこうみたいな、キャッキャッフルしていこうみたいな感じですよね。隅毛にも光を当てましょうみたいな。まあ、ね、あるでしょう、これ。あるはず、ね、ある、絶対ありますよ。ないと言わせないから。一回だけなんとなくルール間違った状態で回してやらなくなったりとか。あ、なるほど、ね、結構ありますよ、僕んちも。去年のエッセンとかでわーって買ったんですけど、結局あんまり回ってないのいっぱいありますからね。看板とかも間違ったルールで回してたし、うん、結構いろいろあるんで。看板まで未だにやってないですでしょ、ね、あれ、そうそうそう、あれ、あの、あれですよ、あの主任にビンタされるゲームなんで。いや、まずあのハードモードとイージーモードみたいなのがあって、ハードモードでやるとなんか言うたらいろんな部署があるんですよ。その部署で一番仕事できてないやつが女部長にビンタされる。マジで。あの勝利点ガンって下がるんですよ。すごい、そういうハードさなんですよね。あれ結構ハードでしたよ。ハードミスじゃないですか。うん、まあまあ、そういうね、積みゲーにも、そうです、光を当てましょうね。で、眠ってるやつがバッと来たりとかも、そうです、ね、面白いんじゃないですか。僕もちょっと家帰ってちょっとじっくり読んでみます、うん、ちょっと流しでしか読んでなかったんで、あ、ドラッとはあるんですけど、はい、そういうのをちょっと比較して、まあちょっとやってみようかなっていう、はい、うん、まあ楽しんでやれたらいいなっていう感じですね。というわけでね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ今回ね、プレゼンやっていただいたのはこの2つなんですけど、やっぱプレゼンうまいっすね。いやお話うまいですわ。ね、僕らも相づち言うとだけで勝手に出しちゃって、楽で ね、まあまあ大体もうちょっと、50分ぐらいまでなんで、まあまああとは雑談で佐藤さんのね、はい、ちょっとパーソナルな部分を聞きたい方も多いと思います、はい、ね、ツイッター上ではあんな感じだけど、まあ実際の佐藤さんどんな感じかと、ね、僕も3回目なんですよね。初めてのそうですよ、ね、え、初めて会ったのが田中間店長 の、はい、あのトークライブの時に初めてお会いさせていただいて、もうその時スーツビシッと着込んで、イケメンやわと。いやおいくつなんですか、言うっていいんですかね、これ。僕ね、40になりましたよって名乗ってますよ、ね、見えないですよ。いや、ねえ、ね、不惑とか言いますよ ね、どこがやねんって感じですよ、ほんま、で、まあね、もう子育てとボードゲームを両立してはるということで、まあね、お子さんのツイートというか、そういうのもよく子育てを通じるところもあるんですけど、最近ハッシュタグが5人やってくれてめっちゃ嬉しいんですよね。ねえ、やっぱ今、そのなんだろう、ボードゲームのそのポッドキャストを撮ってる方もそうですし、そのボードゲーム制作者さんの中でもやっぱり小さいお子さんが多い方がやっぱり年代的に多いんですよね。そうですね、やっぱね、でやっぱり必然的にそのボードゲームとその子育ての両立といいますか、どうやったらいいんだろうみたいな感じで、言うたらあのパワーナインゲームズのね、ナインさんもお子さん生まれたって、いよいよ賛成みたいな感じです。ナイン賛成みたいな。でもやっぱ生まれたばっかりの時って大変でしょ。もうちょっとね、それはね、コウジさんもね、生まれたばっかりだし、1歳でしたっけ確か。もう、あ、まあもうすぐ1歳かな。なんかまあまあまあ、でも確か、でもまだまだちっちゃいお子さんですから。でももう佐藤さんのお子さんは結構。そう、うち5歳7歳なんで、7歳やったらもうだ、もう徐々にこう、もうアグリコラ行きますね。行きますか。アグリコラ行きますか。にめしっていうより子供嫌ですよ。飯足りない。にめしないわ。こじきやう。ないない。気にするそれも。え、でもアグリコラって何歳からでしたっけ。10歳。あ、まだまだですね。いやろな。でもやっぱそのボドゲに書いてあるあの年齢ってちょっとあれよりも ね、あの上じゃないと楽しめないっていうのは、そうベネサがあれぐらいできるんですよ。あ、そうなのかな。おかしいですよね。おかしい、あれ。俺の表示はちょっとおかしいなと思うんですけどね。うん、まあ、最近やったらお子さんと一緒に遊んでよかったなっていうゲームなんかありました。最近あれですよ、あの幽霊宝探し。あのいいっすね、コンポーネントむっちゃいいやつでしょ。コンポーネントむっちゃいいですね、あれ確かあのトリックプレさんでも僕確か言いましたね、言いましたかね、そうそう、あれやっぱり、ね、協力ゲーム
なんですけど、うんうん、っていうところがまずよくて、うんうん、でこのもうルールも簡単なんでね、うん、やることも、もう宝石幽霊がいっぱいになる前に宝石取って帰りましょう、うんうん、すごい簡単やし で、ねまあ、でもこう難易度調整はなかなかしっかりしてるから、あれがなかなかいい子供とや子供たちとこうね、あの息子と友達とかとやったらもうハイタッチを連続するイエーイイエーイやったーみたいな感じになるんで、ルールだけさっと読むとそんなにこうね、うん、そうですね、まあ、ピンとこないですよ、うん、であれあの2人だけで1回やったんですよ、僕と息子とやって、うん、まあまあふんこんなもんかみたいなったんですけど、うん、その友達呼んできてこうみんなでワイワイってやるのがもうすごい盛り上がって、うん、いいですよあれは、うん、さすがこう賞取ってますからね、あれもね、うんうん、納得な感じですね。でもすごいあのコマも全部可愛いらしいですし、ああいうやっぱこう子供たちっていうのはその本当に雰囲気重要なんじゃないかなっていう、その HDF のね兵庫ドイツゲーム普及協会さんのその講習会とかにも貸していただいた時もやっぱりそういうねあの入り込めるようなゲームっていうのはやっぱりすごいいいなっていう話をしてはりましたし、佐藤さん自身は大人とやる時はどんな僕ね好きですか。僕ねエルグランデとかすごい好きなんですけど、まあ、あれもそんなにできてないんですけど、はいはいはい、あんな感じの方がいいですね。 そんなに要素は多くないけど、うん、まあ、なんかじっくり考えれるみたいな。エルグランデまだできてないですよ、あのでっかい王様コマ動かしたいんですけど、そうそうそう、あれいいっすよいいっすよ。えあれなんか今度ピックボックスが出るんじゃないかって、ね、出ます ね、 ねあれ日本に入ってくるんですか。入るんちゃいますかね。シカさん入れましょうよ。いやみんな入れるでしょ。あー入れるんか。いくらぐらいなんすかねあれ。あーでも結構するんちゃうかな。するでしょ、うん、だって数のエルグランデが5000、6000ぐらいするでしょ確か。うん多分もっと高い、うん、もっと高いですか。7%ぐらいしとったんちゃうかな。うわあれ、まあ僕が見たのは10周年ギリマンですけど、あーあれね、あの木の塔がすでに木製やから、うん、結構うわーもうマサツ。あのビッグボックスなんて何が変わったんですかあれ。コンボでちょっとちゃいますよ。木製じゃなかったと思うんですよ、トトロのやつとか。あとあの木のキューブやったのが、それはミープルに変わってたりとか。あれ、拡張いくらぐらい入ってるんですか。拡張も入ってるんですか。拡張も全部入ってるし、なんかプラスアルファもあるんじゃないか。 あるんですか。そんなのを聞いたような。へぇー。なんかビッグボックスいいと思うんですよね。欲しい。もうそこがしばらく絶版やったら、でも一緒に切れもあるからいいや、うちは。あれいいんですよ、渋いんですよ。もう欲しいな。いや、また最近ね、ちょこちょこっとまたあの村の人生のなんか新しいやつも出るし、はい、なんかいろいろ拡張、何やったっけな、イスタンブールの拡張も出ますね。出るんですよ、もうイスタンブール大好きで僕、ああ聞きました聞きました。たまらん、ね、欲しい。タイルが増えるんですかね、あれ。何が増えるんですか。何が増えるんでしょうね、あれ、ね、ちゃんと見てない。タイルが増えるんでしょうね、もう間違いなく。だからあれも欲しいんですけどね。まあ、今そうイスタンブールとかもめっちゃ面白そうやから、あれやってみたい。あ、ここでやってはらないですか。ないんですよ、あれも。あれ激おもろですよ。あれ面白い。今日やります。やってみたいですね。やりましょうか。今日いい、ね、この後やりましょう、やりましょう。いいね。いや、いいですよ、いいですよ。あんまりね、その、お会いはしてるんですけど、一緒にやったゲームが、枯山水だけ。そうですね。枯山水やりました。枯山水もありがとうございました。持ってきていただいて。いや一緒にやらせていただいたんですけど。あれもね、ほんま見た目からして素晴らしいです。最近ヤフーニュースに載って。あ、そうそう。すごい。ね、全然ボードゲームやらない人から、その、言うたら、ね、うん、その枯山水の話題とかがツイートで流れてきたりとかして、うん、このゲームやったらやりたいみたいな感じの入り口になってて。うん、食いつきはすごいですけど、いつかすごいけど、なんか誰かのツイートでそのルール説明したらなんかちょっと後悔するような感じした人が、あれね、得点計算がちょっとややこしいんですよ。実際、うん、ゲーム慣れしてない人が聞くと、うんと多分なるんです、あれ。そうですね。しかさないんですけどね、ルール量。でも、僕らからしたらそんなルール量多くないんですけど、そうですね。何も知らない人が遊ぼうってしてきたら、こうちょっとえってなるんですよ、ちょっとね。得点計算ですね、やっぱり最後の。で、得点計算ありきでやっぱり配置していくんで。やることはちょっと、そんなやることは難しくないんやけど。そう。いやでも佐藤さんと打った時なんかもうほんまに崩れもへったくれもない配置でそうそう、ものすごかった。なんか巨石群みたいな、そうそう、ストーンヘンジみたいなの作ってましたからね。あの一番上の列にでっかい石がこう林立するっていう。そうそう、写真撮りましたけど崩れもクソもないっすね。あれすごかった。僕80点ぐらいいきますからな。そうあ、そんなに言うんですか。得点トラックとはみ出ましたからね。なんかお互いね、あの時譲り合って譲り合ってみたいなって。そうそうそう、どうぞどうぞみたいな。どうぞどうぞ。石を取りたい方でなっちゃったんで、まだあれも再販みたいな感じで。あ、そうですね。月産150くらいするらしいですよ、あれ。へぇ、うん、
でもヤフオクでなんか1万5000円とかいい。マジですか、うん、あらあらすごいな、すごいすごいっすよ。まあでも今一番ホットなゲームというか日本産のゲームで、そうですね、一番話題出てるのは多分枯山水でしょうね、うん、すぐなくなりましたしね、そう、うん、あれはいいっすよ。もう枯山水もしたくなってきたな。でも今日はもうイスタンブール決めた。今日何で打とうかな。まあまあとか言っとったらあと5分ぐらいでお開きなんで、はい、まあまあどうですか最近。最近というか、まあ、最近のボードゲーム界についてなんかこう佐藤さんが思う。でかいですね。いや、やっぱりいろんなねフォロワーさんとか言いてはるじゃないですか。僕はどっちかというとあのうまい仕事のサボり方を聞きたいです。ね、いやいや、サボっちゃいないですよ。大丈夫です、大丈夫です。ですちゃんと仕事もしての、こうね。いや、でも、仕事もバリバリこなして、で、お子さん、ツイッターもバリバリこなして、で、お子さんもね、とってもいい子な、いい子たちなんでしょうね。いいお子たちなんでしょうね。ね、ほんで、ボードゲームをしてて、一つのボードゲーマーの理想像なんですかね。それをなんでそこまで持ち上げるみたいな。いやいやいや。おやおやこれやっぱりこうオーラで出るんですよ。僕みたいなドス黒いオーラ出してないんで。いやいや、なんかもう最悪っすよ。もう家帰って一人でもうね、カチ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 エロサイトを巡ってその後ボードゲームのあのなんかサイトをカチ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 巡って新しいゲーム出てないからいや、そのこと考えるとね。え、ちなみに結婚っていつぐらいにしはったんですか、おいくつぐらいの時。2000年ですよ、2000年。ああ、もうじゃあもう結構前ですね。そうなんですよね。だからもう僕ぐらいの年にはもう。どういう知り合いで、どうやって知り合ったんですか。ああ、もう大学の時の合コンですわ。おーリア充リア充リア充や、ほんまや、リア充や。だからウィニングロード、その時からもうなるほど、ウィニングロード走ってたわけですよ。ウィニングロード、もう僕らはもう ね、でも僕らは僕らでね、ボードゲームガンガンやっていきましょうよ。まだ足に聞こえる切ない、若干切ない。ボードゲームでもそんなに遊べてないんでね、ちょっと羨ましいですけど、逆にみんな遊べて。だからそれが僕らの武器なんですよ。奥さんとはやらないんですか。できない、あんましないですね。あ、そうなんですか。そうなんですか、意外。だいぶ前にナビガドール、偉いのもやりましたね。マスゲルツの、あれでなんかコテンパンに言わせてしもてた。いやいやいや、あれを初心者だったらダメですよ。ちょっとね、ちょっと雰囲気が重たい感じ。重くやったら雰囲気重たくなったみたいな。もっと軽いゲームやったらいいじゃないですか。でそんなおぞましいもんね。ねえ、いや、おもろいってきたんで。超ゲームオンゲームじゃあれ。そうなんですよ、一応やってはくれたんですけどね。いや、最初ガイスターとかね。そうそうそう、もっとキャッキャ風できるやつやらないと最初は。そういうのもやっったんですけど、やっぱね、買うから、ほら、積むから、あ、ね、積むのもったいない思ってて。奥さんのカタログやったらどうですか。カタログ、あ、カタログはね、息子と娘じゃないですか。あ、深海ログ見ましたよ。あれ、あの分からへんちゅうね。みんな深海魚いっぱい食べられる。まず名前知らんしね、それを優先順位でして、何みたいな。クラゲばっかりとかなんですよ、深海によるクラゲの名前すら分からへんし。でも奥さんとだからね、あの、何ローグがいいか、デートしたいローグみたいな。今やったら宝塚ローグとかですよね。グツラローグ、塚ローグ、塚ローグですよ。星組塚ローグとか。あ、絶対いいですって。奥さんのことどれだけ自分が理解してるかっていう。そういうの外したらやばいですからね。お、それもあれですよ、軽げやってるつもりがね、一応めっちゃ雰囲気重くなる。なんで一個もハート取れへんの。そうそう、めっちゃ調校するみたいな感じなんですよ。でもこれから奥さんもね、言うたら一緒にちょっとはめていくっていうのもありなんじゃないですか。もう一回ちょっとね、軽い方から関係改善してからね。奥さんとやっぱお子さんと一緒に それこそね、そのゴーストのやつやったりとか。まあ基本的になんかね、あの、要は嫁がこうキッチンでなんか作ってる間に子供らがワーキャー言うから遊ぶんどこみたいな、そういう感じですよ、これ。その情景が浮かんでくる。なんか胸が痛くなる。ホカホカする場面なのに僕は胸が痛くなる。なぜでしょうね、シーカさん。なぜでしょうね。僕らボードゲロード、ボードゲロードをね、来て走りましょう。ね、いや、いいですよ。で、17時間だって参加できないでしょ。参加できないですよ。それは僕らの特権なんでね。そう。うっすら伸びた日をちょりちょりしながら、あの、梅しーって、いちむぎーって言いながら、あの、コバ置いていく、あの、すさんだ感じ最高っすよね。まあまあまあ、ね、そんな感じで、まあまあ、そろそろ、お時間ということなんですけども、まあまあ最後にこれ聞いてる方々に、まあお家でトランプとかね、あの気になってる方いらっしゃると思うんで、何かメッセージというか、
あれば。そうですね、お家でトランプね、ほんまあの購入ど多分瞬殺すると思うんですよね、うん、あのゆりさんはそんなことないやろみたいな言ってあるんですけど、いやこれ瞬殺でしょ。そうなんですよ、瞬殺だと思うんですけど、まあちょっとこうね手に取って、まあ、見られる方は一回見ていただいたら、うん、っていうかね、そのトランプって面白いんですよやっぱり。うん、まあね、トランプ面白いですね。多分ね、でもゲーム会行ってじゃあトランプやりましょうって言ったらえって言われると思うんですけど、僕も折れなくなるんでお勧めしませんからね。そうなんですよ、これトランプ面白いんでね、ぜひねちょっとやっていただきたい。ピラミッド大富豪とか超気になる。うわピラミッドや。そうタイトルからしてちょっと面白かったりするんですよ。こんなんとかどっから引っ張ってくるんでしょうね。すごい不思議でね。キュウリね、これあったらもう5本のキュウリもできるわけですから。キュウリ巻いてある。そうそう、いやいや5本のキュウリが売れなくなるのやめてくださいいいですよ、ね、あとあの作られたあの国というか発祥の国もちょこちょこと書いてあって、そういう豆知識的なのもあり、書く方のねコラムが本当に書く方にこう個性が出てる感じなんで、あ楽しみです。それもなかなかねいいと思いますよ。佐藤さんのコラムの要チェックということで。そうそう、あんまりね期待しないでいやいやいただきたい。もう一番最初に見ながらちなみに何のコラムを書きはったんですか。内容は言わないですけど、ね、あのコラムはねあれですよ、はい、あのあ場所ですね、場所はねあのたこ焼きっていうルールの後に、まあ、全然それとあんまり関係ない。あ全然関係ない、あれを書きはったんです、ね、ふわっと書いてます、ね、トランプについて。トランプ の, あ, のあれですね、カード立て。おおマニアックなところが、さすがサッコさん、目の付けどころちゃいますね。あだって子供がねあの、トランプやるとこうね、いっぱい持てないんですよ、うん、手がちっちゃいから。でカード立て絶対使わんと、やっぱゲームできないんですけど、それについて、このことをちょっと語ってるという、ちょこちょこ、これは要チェックですよ。3000円当てそれだけ読んでください。え、それがメインで、あとは全部おまけなんで。はい、お願いします。もう、はい。はい、というわけで、おっしゃってくれたら、笹さん200円入るんで。あ、いらないっすよ。入らないっすよ、これ。でもこれ、入ったら嬉しいっすけど、これ。ね、これ入ったら嬉しいっすよ。いや、てか、これもらえるだけで嬉しいっすよね。うわ、いいな、これ。すごいっすね。はい。まあ、多分売れ残ったら、シーカーさんが買ってくれます。あ、ですよ、ですよ。並びます。一冊ぐらい。いや、これ店にあると、ゲーム売れなくなるんで。キュウリが売れなくなる。そう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 。確かにキュウリは発売中なんで、トランプうち扱ってないんで。あ、そういうのはそうっすか。ないですよ。なるほど、いいじゃないですか、100均で買うてきて500円。逆悪徳商売になってる。儲かるなまあまあ、はい、縁も竹なということで、まあ、この辺で、はい、お開きにします。あんまり長くなるとね、あのアタック君がピーピーうるさいんで。あ、それは大変。もういつも編集するの僕らでしょ。はい、まあ、というわけで、はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、じゃあというわけで、はい、今回お送りしたのは、豚小屋の、酢豚と、はい、トリックプレイ店長の梅井と、はい、佐藤でした。はい、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。